岩手県盛岡市某所、この建物の3階には異人局という部署が存在する。私の仕事は異人たちに岩手の今を伝えること。この部屋には時空を超え歴史を超え岩手の異人たちが集うのである。次の方はどうぞ。失礼。原先生、いやご無沙汰しています。久しぶりだね。前回は確か2011年でしたね。ああ、あの震災のすぐ後だ。その後町はどうかね。それ僕から言っちゃいます。今聞いても面白くないでしょ。いいかな。マイ君、マイ君。ちょっとマイ君、起きなさいよ。この給料ドラマ。はい。彼女は新人のマイ君です。まだ不慣れな部分もありますが。よろしくお願いします。よろしく。じゃあマイ君、先生を外にお連れして。はい、こちらです、伊人さん。いや、普通でいいよ、普通で。どうぞ、伊人さん。腹でいいから。はい、はい。それじゃあ。大丈夫かな。変わったな、ここ数年で。ほら見なさい、あの大きな建物。前来た時にはなかった。素晴らしい。この街は日々進化している。大丈夫ですかね。あの、めっちゃ見られてます。何の問題があるんだね。あの、規則ではあまり人目につく場所には出ないように。いいかい、私は可能な限り自分の目を通して世の中を見てきた。それが政治家として貫き通した私の理念。じゃあ次行こう。はい。岩手偉人ファイル124、原敬、第19代内閣総理大臣。盛岡生まれの彼は薩長を中心とする藩閥政治に対し政党政治を始めた政治家。そして爵位を誇示し続けた平民宰相として知られるが、彼の半生が旅とともにあったことを知る者は少ない。その中でも特筆すべきが明治41年の世界一周旅行である。私は激動し続ける世界情勢を知るために私財を投じて180日間の世界旅行に旅立った。私はその旅の中で発展し続ける海外の文化に触れ、多くの人々に出会うことになる。いつまでも少年のような冒険心を忘れないこと、旺盛な好奇心を持ち続けること。おかわり。常に自分の目を信じ、体験を信じ、そして何よりも旅を愛すること。それが政治家原敬の理念である。すごい男だぜ、原敬。もしもし、お母さん。ごめん、今仕事中。夕ご飯までには帰れるから。うん、だから今偉人さんがすぐそばにいてあんまり喋れないんだって。うん、よろしくね。はい。すいません。こうしているとロンドンで老探偵と貧民窟を歩いたことを思い出すよ。老探偵、うん、すごいですね。は、主任に中間報告を。ああ、もしもし、主任ですか。はい、あ、いい感じです。はい。
原先生。困りますよ、勝手に動き回っちゃ。いや、町の騒がしさに疲れてしまってね。大丈夫ですか？ちょっと休もうか。君たちは何をそんなに急いでるんだ？私が生まれた時代に比べ、この国の発展には目を見張るものがある。確かにそれは素晴らしい。だが少し複雑すぎる気がする。複雑ですか？耳を澄ましてごらん。何か聞こえないか？車の音しか聞こえないです。もっと穏やかに心を落ち着けて、聞こうとすれば聞こえるはずだ。確かに。人生とは旅のようなものだ。そう考えると君も僕もまだ旅の途中ってわけだ。だが進み続けるだけが旅じゃない。もっとシンプルに、たまには立ち止まってみてもいいんじゃないか。ほら、僕たちはこんなにも美しい場所に生まれたんだから。それに旅には帰る場所が必要だ。わかるね？はい。今回の旅はどうでした？また多くの笑顔に触れたよ。それはよかった。みんな頑張ってます。原先生たちに負けないように。また寄らせてもらうよ。いつでも。じゃあ。疲れた？はい。ものすごくアクティブな方で、正直圧倒されました。でしょう。あの先輩たちが今の岩手と日本の礎を築いてくれた。だからこそ僕らもこうして。岩手には多くの偉人がいる。彼らは今もこの岩手のことを気にかけている。歴史を超え、時空を超え、岩手の偉人たちに岩手の今を伝えること、そして彼らの思いを若者たちに伝えること、それが私の仕事だ。次の方どうぞ。こんにちは。ケンジ先生、お久しぶりです。グスコーブドリは元気かな？ちょっと何言ってるかわからないです。